こんにちは、コマハナの寒月です。今日は初心者さんでも綺麗に結べるパタパタ結びをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでまいります。今日使います帯は綿の帯で、幅が16センチ、長さ4メートルのものを結んでいきます。はい、いつものように手先を半分に折っていただいて、だいたい30センチ弱ぐらいですね。はい、こちらを矢印のように折ります。はい、2周巻いていきますね。はい、帯を2周巻いてきましたら、ここで一度帯をギュッと締めますね。下側を引っ張ります。はい、垂れ先になる方、長い方も少し折り返して、こちら短い方ですね、手先を一結びしますね。ギュッと結びます。はい、そしてもう一回結びます。片結びですね。ここでギュッと結び目を作ります。はい、で今回は腰紐を使っていきますね。腰紐を軽く蝶々結びしたら、はい、結び目を背中側に回しますね。はい、そしてこちらをですね、折りたたんでいくんですけれども、腰紐にかけてこう折り返すので、ちょっと長さを見ていただいて、だいたいこれくらいかなと決めたら畳んでいってください。はい、畳んだらこちらですね、腰紐にかけて折り返します。はい、そして羽をね、お好みで広げてみてください。はい、そしてこの一番下なんですけれども、余ったのは後で帯締めで、整えていきますね。はい、そうしましたら帯を広げてですね、バランスを見たら、こちら一番下のですね、帯締めでこの輪っかのここに通してくるっとしますね。はい、背中側で結んでおきます。はい、こちらもちょっと広げてあげて、はい、帯の形はこちらで完成です。はい、そうしましたら、ご自分の帯の中心のところですね、ピンチで留めて帯を回しますね。ピンチが接中心のとこ重なったのを確認して外します。はい、腰紐を結び直しますね。中に入れ込んでしまいます。はい、帯板折りますね。はい、帯締めを結び直します。はい、帯締めを結びましたらこちらで完成です。今日は帯が下がりにくいコツをご紹介してみました。初心者さんでも結びやすい帯結びです。よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。